さあここから新要素が始まります新しい部屋グランドピアノがありますね静かにしてください静かにしてくださいこれは何だろうおお開くんだここわー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  開かないおやでーん何だろう ?B フラットマイナーですかねえー、っとピアノに血がベタっとさてピアノの鍵を手に入れたわーあ静かにしろというふうにまあ走ると怒られるんですね <laughs> なので、歩いていきましょう。ここからは。さて、ピアノの鍵は、えー、っと、どこで使うかわからないんですが、と、りあえず進みましょう。おうほうほう。おうほうほう。おうほう。えぇー。おうほうほう。へ、え、ぇー。ほうほうえー まあ、矢印があるんで、ここを見てみると、ああ、ホワイトフェイス第2形態、はあですね、これが。これを調べると、えー、っと、絵の後ろにボタンが隠されていたというメッセージは出ますね。何のボタンだっけ <laughs> 忘れました。でこっちが行き止まりですね。ハ、はあといえば2013年にホワキン・フェニックスさん主演の。 映画がありますね。名作です。人間と AI、シリみたいな、コルタナみたいな AI にと、恋をする近未来の映画ですよ。だってピアノ鍵を使ってこの部屋に入りますね。なるほど。なんだここは。おや雨が降っているぞ。あれなんか白い肌のお嬢さんが立っているではないか。 何をしてるんだあんなところで。お嬢さんお嬢さん風邪ひきますよ、そのところああ。ファイルは増えてないですね。さて、もう一回起動しましょう。でーん。毎回やるんだよな。さて、ピアノ一ができ、できました。出てきましたね。begin! こっから、どこに行くんだっけな。忘れちゃった。 この辺曖昧なんですよね。あの、ホワイトフェイスのチャピターは、さっきのとこか。ホワイトフェイスのチャピターはもう8年前に1回やりましたので、今回復習みたいな感じだったんですか。ここは前回始めてたんで、未だに攻略しきれてないところあるんですよね。何か所か。この扉は開かないと。あら、人がいない。鍵しいセーラーキー。地下室の鍵み手に入れた で下に降りるにはロープが必要だ。なんだとなるほどな。ロープを探して来いということかな。飛び降りたらいいんじゃないのなんかいないんかないないか。飛び降りて、このとこ出て行こうぜ。どうもあ、それはダメなので、ロープを探しに行きましょう。えー、こっち行くと、おやー母が、いない。 絵から現実に出てしまったというのか。なんと、2次元から3次元に移動する方法を、能力を持っているとでも。えーと、さて、地下室、ああ、はあ、はあ。さて、地下室に来ましたね。えーと、ここの、パズルですね、これは。11のストライプ。1のソリッド。 2のソリと14ストライプ。で、E キーを押すと、おー、数字が変わっていきますね。ほうほうほう。うーん。というパズルなんですが、これ実は解き方まだわかんないんですよね <laughs>。最初適当にやってたらなんか開いてしまったので。まあ、なんとなくわかるかなと思うので、ちょっと、うん、やってみましょう。 ビリアドテーブルですねなぜかサイドポケットのないビリヤードテーブルがあります。中学の頃なぜかやってたのビリヤード。で、ボール見てみましょう、えー。11ストライプが4つ、いや、5つですね。<laughs> で、14ストライプが4つ。2のソリッドが3つ。1のソリッドが1つ。と、えっ、ー、と、 8ボールと、まあ、白いホワイトボールもありますけれど、これはいつも、えー、必要なもんなので、多分関係ないかなということで。ただ、あのパズルは、なんでいいキーを押すと <laughs>、なんで押すとボールの数字変わるのかっていうのが、いまいちわかんないので、どういうことなんだろうな。まあ、これを覚えておきますね。えー、っと、11が5つ、14が 4つ、1が1つ、2が3つ。というパズルがまあ、ありますね。言わないとちょっとよく分かりませんが。で、これ11、124まんまですね。で、これ、11が5つあったから、こう。で、1が1個あったから、1。<laughs> で、これが3つで、これが、 ああ、これでいいんだ。<laughs> えな、なんで、数字変わるのんゃそこのせいで混乱したんですよね、最初。<laughs> 数字がビリヤードテーブルのあれ、まんまなのに変わるというのがちょっと、よくわかんなかったので。適当にやってたらまあ、会いたいですよね、最初。まあいいや。<laughs> まあ、そういうことか。 で、ここに、ロープが落ちますね。鳥の巣みたいですが。触らないというアチーフメントを手に入れました。んということかなおやー、ピロろーンこう見ると、あれみたいですね。なんか、前にあったカップの、コップの横とかにやる。体ひょっこって出してるような感じのもんですね。まあ、いっぱいいるけど、む、あれ後ろに <laughs>。 てるー走って逃げましょう。えー、っと、どこに逃げたらいいんだこんなの。ちょっとわ、分かんないぞ。お、なんかアチーフメントを手に入れた。そっか、ここでラボを使えばいいんだ。それはさせられないなうーん。今じゃ。よし。で、正解はですね、ここで S、あ、ダメかな。<laughs> ちょっともう一回起動しますね。あ、ダメだわ。<laughs> はい。えっ、ー、と、正解はですね。ここに足すと、アチジメント、クロスやエスケープキーというのがありますね。なんで言われた通り、ここで閉じます。すると、えー、フォルダには新しいものはないので、もう一回起動します。するとですね。 ゲームが進んで新しい部屋になるんです、ね、いやあ、さっきのは偽アチーフメントだったということです。いや、一回本当にやられましたね、本演は。<laughs> あのー、気づいたことは気づいたんですね。なんかアチームと手に入れたなとは思ったんですけど、まさか偽アチーフメントでそれが答えだったとは <laughs> 思わず、ここに、ここにロープ使いに行きたいんですよね、最初も。 で、戻ってよく見たら、ちゃんと説明書いたんでまあ、すごいなと思いました。さて、ここでロープを使って下に行きます。そうすると、えー、庭の迷路みたいなとこに来ましたね。なんか、Call of Duty Black Ops 2のゾンビーモードに <laughs> 伝わるかなこれ。あったような場所に。バーンで、ゲーム中に、君を助ける方を見つけたよ。 F4 キーでゲームのウィンドウが小さくできるよ。めっちゃちっちゃくなるんですね、これが。<laughs> で、えー、っと、この状態でスケープキーを押すと、えー、っと、間、ま、違、あ、いや、やっちまった。やっちまった。ごめんなさい。間違えてスケープに1回押すんだよな、これもう。はい、もう1回やります。えー、っと、fhere.txt というファイルがあるので、それに答えがあるよ、と。 F4 キーを押すとゲームが小さくなり、一回スケプキーを押すとマウスがこう、えっ、ー、と自由に動かせるんですよね。で、この状態でフォルダを開けて、え二、ー、つ増えてますね。新しいファイルが。Here とロック。ロックと。アンロックと。いいの <laughs> 消しちゃったけどいいのかなこれ。え大丈夫かなで、ヒアドットテキスト。まあ、まあ、何やら地図みたいなものがありますね。で、YouTube のリンクがあるのでちょっと見てみましょう。隠し通路。お前はここにいるべきではない。と書いてますね。ほー。 おー、なるほどね。そんなとこに隠し通路が。で、地図で見ると、ここがその隠し通路ですね。この辺り。まあ動画にもあったね。目指して、進んでみましょうか。目指していきましょう。よくわからんけど。 えっと、ここの、ここで、まずは、ここ行くとですね、鍵かかってるんですよね。ゲートに鍵がかかっている。鍵というのは、この、あれー大丈夫かな、ちょっと。あまあいいや。と、あと、おーや確通路がありましたね。さすがの地下…引っかかったな。 ええー。引っかかったなという。<laughs> 引っかかりましたね。完全に。<laughs> 引っかかったな。<laughs> あと、まあ、フェイクでした。で、もう一回ファイル確認すると、HTML ファイルが増えてるんですよね。なので開けてみましょう。 騙されんな。もう片方は嘘ついている。これから、この HTML ファイルの、えー、っと、書いてる通りに進むがよい。もう一度あれが、お前を騙そうとしている。このチーストに進むと鍵がある。それで、君の、えー、ゲームフォルダにある、えー、っと、ロックを、破壊することができるという。消したわけやな、俺 <laughs>。大丈夫かな。 で、なんか下にリストがありますが、あとは鏡が付け先に使えるよというめちゃくちゃ長いのがありますが、とりあえずそういうことで、この辺に何かあるというのを目指して。あった、やっちまった。ば <laughs> ーンあの地図は、えー、ガイが並んだところの真ん中あたり。ここだな、ドン。おお。 に、これオーラビリンスの鍵を。って言えた、ダメイの鍵。パンズラビリンスの名作です。なんだこれ。あー、体。これが足で、これがもう肩をそれが手で。すっごい細いな。触っています。ゲートインは鍵がかかっている。アチーフメント、一緒にいてくれてありがとう。どういたしまして。 ちょっとよくわからないのがあるんですよね、ここには。パンズラビリスは名作です。あの、ギルレモデルトロ監督の名作です。シェイプオブーターので、ここのゲートに鍵かかっているんですが、さっき鍵手に入れたので、えっ、ー、と、ロックが破壊できるということで、こ,こかな。 おー、という感じです。インサートミラーコードはミラーのコード鏡のコード入れて、ね、パスワードが、通常入力して、e、を押しくださいいお仕さいやー、わからない。ダメー。ここも、やったんだけどな。というわけで、鏡のコードというのを見つけて入力したら進めるので、こっちは何なんでしょう左に2つ、右に2つ。 ほうほうほうお、おやー今のは、なんだえー、鏡を見よう。ないんだよな、<laughs> 鏡が。<laughs> という感じで迷路に来ましたが、何かがありますね。何これごごごご。なんだこれは。そう。これは裏世界と繋がったり、ヘルプミー助けて。 お、鏡の破片が、鏡の破片を見つけた。裏世界と繋がることができるものですね、これらは。で、う、裏世界の利点はですね、おー、鏡の破片、いいですね。見てればわかると思うんですが、そうですね、ここ真ん中ですね。えー、っと、左の位置は右の位置まで取ったということで、 裏世界に行けないか。うーん。こ迷いやすいので、ここめっちゃ迷ったな。たびたび、こうやって鍵のかかったゲートがあります。君は、ダメかい。いやー、ほんとこ,こは30分ぐらい迷いました。え、とりあえず裏世界のメリットはですね、 先ほどの鍵のかかったゲートというのが全部通れるんです。で、これを使って隙勝手に出し合わせという感じです。うん。どこだっけなぁ。お、鏡があるじゃないか。右にもう一個あるということで、右を目指していきましょう。体貸してくれ。 でここが最初のとこですね。ここはさっき来たこ,こっちにも。これは違う。何なんですかね、あれ。助けて。Help me.Help me somebody. どこだおや助けてください。はーじゃないかー。 消えたうんあれ鏡の子だっけ <laughs> うーん歯が怖いかどうかは人によるともですけど自分はホワイトフェイスの顔になりすぎたせいか <laughs> そうでもないかな顔ホワイトフェイスのまんまですからねあああああったあったよしこれで鏡の破片四つ手に入れたのでこいつの体を借りて裏世界へピョーン で、えっ、ー、と、鏡があった場所へ戻りましょう。えー、ここら辺そうそうそう。そう。で、鏡見ると、バードウィングス。ホワイトフェイスの顔。<laughs> 来るんだ。え <laughs> ぇ、白のこと、ね。鏡を見よう。という場所ですね。バドウィングス。一体どういうことだ まあ、感のいい方はわかると思うんですが、えっ、ー、と、あ、ここにも書いてますね。バードウィングス。そう、これで、さっきの HTML ファイルを、もう一回開いて、ここで、このリストが必要になるよというのがありましたね。で、バードウィングスと探すと、59ちゃうのほう。 最初のやつ意外と惜しかったな。ほぼ52149じゃん。591374。というのが、えー、鏡のコード、答えですね。ということなので、ゲームに戻って、パスワードによくしましょう。はい、59134。イェーイ真っ黒。という感じです。